始まりましたムチムチサウナ。本日は京都に来ております。久しぶりです。はい、本日丸太町駅から徒歩すぐの徒歩すぐの個室サウナリゾンさんに来ております。貸し出しがあるんですけど、クマさんとウサギさんがいました。やっぱり森だから動物なんだ。私ウサギ初めてかわいい。かなり暑いですよ。90度以上あります。ちょっと暑いわ。こちらグループルームのお部屋なので、80分10,040円です。かなり奥行きがあって、3名様全員寝れるんじゃないかな。ロウリュしたいけど結構暑くてできない。シングルルームもございまして、一人様60分3,680円です。京都のソロサウナは初めてだな。個室サウナは、いや嘘ついた、ソロサウナは初めて。いや久しぶりですね。京都はどこぶりだろう。この画角合ってるかな。この広いっていうのをね、伝えたいんじゃなくて、私がただ寝たかっただけなんですけど、気持ちいい。ロウリュするか。もうこのぐらいでいいと思う。
入り口でアロマも選ばせていただきました。ユーカリビヒタが今限定の季節のやつで、私ユーカリにしました。珍しいから。ラベンダーとかもありましたね。画像載せときますね。ポチッ。飲み物2つついてくるのすごいよね。1つついてくるだけでもさ、ありがたいのにさ、2つ。いや、そうだ、このリゾンさん、いつももちもちサウナにも出てくれてるカメラマンのことちゃんがプライベートで来て、すごい良かったって言ってなんか送ってくれて、私にで、なんかスタッフさんにすごい良かったですって言って、 YouTube やってる子にもおすすめしますみたいな感じで言ったスタッフさんが、なんか YouTube の子のお名前を伺っても大丈夫ですかってなって、もちもちサウナですって言ったら、あ、今ちょうど送ろうとしてましたってなって実現したという出会い、運命的なことちゃんとリゾンさんの出会いで実現しました。ありがとうございます。こんな体勢ですよ。一人サウナ、仰向けもやりたいな。森じゃん、これは気持ちいい。ムチムチサウナ。街中で動物
です。